次のデータは A 班10人と B 班9人の、7日間の勉強時間の合計を調べたものであると。で、1番がそれぞれのデータの範囲を求めて、それに基づいてデータの散らばり度合いね。 OK、 範囲はめっちゃ簡単やん。一番でかいもんから一番ちっちゃいもん引いたいね。そしたらその範囲が出るわけやん。ということなんで、行きましょうか。まず括弧1番、まず A 班の方な。 A 班の方は最大一番大きいのが誰？22か。一番ちっちゃいのが4かな。でな、多分こいつが一番ちっちゃいな。だから22-4でやろう。ということで18や。よいしょ。ということなんで、A の範囲は18時間な。単位は18時間やで。はい、まずこれ1個目な。で、B の方も行きましょう。 B の方の範囲はって言うたら、B の最大は19でええか。せやな、19が一番でかいな。一番ちっちゃいのが3か、ちゃうわ、2があるわ。こいつやな、多分。ってことやな。まあ、19-2 や。で、17時間ってなったわ。よいしょ。はい、時間。こうですね。はい、でーん。で、これを比べてみたら、散らばり度合いどうなんですかって言ったら、A の方が幅18時間、B の方が幅17時間ってことは、A の方が大きいってことよ、散らばり方が。ってことは、A 班の方が、散らばり度合い、散らばりの、のか、の度合いって書いてあるか。の度合いは、大きいっていう結果が分かったよというお話でございます。 OK、 ほなその次2番、1点かな。2番、それぞれのデータの第1四分位数、第2四分位数、第3四分位数を求めましょう。はい、ちなみに第2四分位数っていうのは中央値とも言いますからね。これね、中央値別名。ここね、まあなんせでも、そういう風な第一四分位数とか中央値とかな、こういうのを求めるときにはちっちゃい順に並べなあかんねん、まずデータを。なので A の方まずいきますよ。 A の方は小さいのが4で、次が5で、ちょっと待ってな、書いたやつから消しておくか。よいしょ。4書いた、5書いた、次が9で11かな。9、11、12、14かな。12、14、15、17、18か。15、17、18。ほんで最後は22か。全部で10人か。10個あればいいねんな。1、2、3、4、5、6、7、8、9、10。OKOK、大丈夫、足りてるわ。こうね。で、第一四分、まあ、中央値から見ますか。まず10人おんねんから真ん中の人っておらへんのよ。真ん中の人はね、5人目と6人目の間って考えんねん。ってことは、1、2、3、4、5やから、こいつか。この12っていうのが5人目や。12時間が5つ目。5人目、まあ、5人目でんか。12やろ、12時間と、で、6人目が14時間やから、ここの間を取りましょうってことや。12と14の間は13でしょ。ってことは、第2四分位数が13時間や。まあ、いわゆる中央値ってやつよね。Q2 って書いてたっけ。そうやな、Q2。Q2 が13時間というのがわかります。よいしょ。こうね。平均取っただけな。12と14の平均取ったよと。真ん中やでってことな。ほな、中央値が、まあ、要は第二四分位数っていうのが、ここな。ここに13があるわけやから、それよりも手前のこっち側。こっち側の真ん中の人取りましょう。ここは、5人おるわけやから、真ん中の人おるな。こいつや。これが真ん中の人や。こいつが第一四分位数。Q1 やな。Q1 はじゃあ9時間ということです。ってことは Q3 もなんとなくじゃもう分かったね。はい、こうね。こうね。Q3 は、こっち側の5人の真ん中やから、こいつや。ね。こ
こっち側な、こっち側の真ん中やからこの子、これが93、第三四分位数ってやつ。17時間やな、17時間ということでございます。はい、ちょっと待ってな、ここの赤一回消していい？で、ここなんか点の方がいいな、これな。ちょっと待ってな、192ちょんちょんにしとこう。で、13時間にさせてもらうわ。こうね、ここの13のラインよりも、右と左に分けて半分にしましょうということです。はい。で、B の方もやるんやったっけ？そうやね、 B の方も行きましょうか。じゃあ今度 B の方をもちっちゃい順に並びましょう。23678やな、23678、23678でから10131610131610131316で最後19やったな、確かな。そうやな、19やな。9個あったやねんな。123456789、はい、大丈夫です、あります。ほな中央値、今回は9人やったっけ、奇数人やから、当然真ん中の人おります。真ん中の人は前から数えて5番目、後ろから数えても5番目のこの子やろ、こいつ。これが中央値の、Q2 や。 Q2 はだから8時間ですね。次はじゃあ第一四分位数 Q1 いきましょうか。これは中央値8使うてしもてますんで、それ以外のこっちの手前、この4つの真ん中取りましょう。で、真ん中はな、ここやからな、この3と6の間を取りましょうと。で、3と6の間は、まあ、平均取るわけやから、足して半分すればいいわけよ。3と6足して9の半分やから、2分の9。まあ、小数で表した方がいいんかなということなんで、Q1 は、2分の9は 4.5 か。4.5 時間。っていうのが、よいしょ、第一四分位数やで、いう話です。次、こっちな。こっち側も同じく、この4つの真ん中取んねん。ってことは、ここや。こいつとこいつの間取りましょうねってことな。ということなんで、13と16足したら29か。29を半分にすればええねんから、93っていうのは 14.5 かな。14.5 時間になるよ、というお話でございました。はい。これで第1、第2、第3四分位数全部出た。これ2番終わりやな。3番。3番はそれぞれの、データの四分位範囲と四分位偏差。四分位範囲っていうのは、四分位数、さっきのさ、第1、第2、第3四分位数あるやんの、この第1と第3の幅。ここのことを四分位範囲っていうわけよ。で、四分位偏差は、その四分位範囲を割るにすればいいね。ということで、いきますよ。まず3番の四分位範囲、A の方行きましょうか。3番。A の方の四分位範囲。四分位範囲やな。は、なんぼかというと、この9から17の間やから、まあ、17-9 してればいいわけよ。17-9 な。喋られへんかったけど、8やったから。8時間。これが、よいしょ。四分位範囲だよってことです。で、四分位偏差はめちゃ簡単で、四分位かけるかな、スペース大丈夫やな。四分位偏差。偏差って人偏いるんやったっけ？こうやった？そやな、人偏いるな。あっとんな感じ。オッケーオッケー。四分位偏差。四分位偏差めっちゃ簡単で、こいつ半分にすればいいね。四分位数、四分位範囲を半分にすればいいから、まあ要は4時間ってことよ。はい。これめっちゃ簡単。この後 B の方も行きましょう。同じように。B の方も、ちょっと、書くんめんどくさいからいいっすか？ちょっと待ってな。書くんだいぶめんどくさいんで、こうさせてもろて。で、こうさせてもろて。これでちょっと申し訳ないが、行かせてもらいますね。コピペしといて、これ消しといて、B に変えといたいね。
じゃあ B の方の四分位範囲はって言ったら、 B の方はこれか、 4.5 時間から 14.5 時間の間ってことや。この間なんぼあんのんってことやから、 14.5 から 4.5 引きましょう。引く 4.5、 ほなら10になるから10時間ってことや。これが四分位範囲で、四分位偏差はさっきも言ったね、四分位範囲半分にすればええねんから、10を半分にして5時間ということでした。終わりやよ。いしょ、こんなもんね。ちょっとスペースあれやから上にずらしといていいですか。これちょっと気持ちこうして、こう、あー、それは無理か。これもちょっとこうさせて、あ、それは無理なんですね。ちょっと上にずらすだけ、ずらさせて。この、あ、この方いけるな、この方いけるな。こうしよう。んで、こいつらもうちょっと上にさせてもらおうでいい？こうね。まあ、なんとなく気持ちだけな。はい、ということでございました。お疲れ様でした。